はい、吉村農園です。オープン2日目、昨日は、あれからほとんど降らず、雨は降らずですね。今日も今、曇ってますが、雨の予報ではありません。十分ブルーベリーが楽しめると思います。はい、そして今日はですね、品種の紹介を、少ししたいと思います。今の時期ですね、一番メインとなる品種がこちらになります。デュークという品種ですね。この時期はですね、うちの農園ではこの品種がメインになりまして、特徴はまず実が大きいこと、そしてある程度実がしっかりしていることが特徴です。発送するにもですね、このブルーベリー、この品種はですね、非常にいいです。甘みもありますが、酸味も、あるというのが特徴です。ブルーベリーらしい味になっていると思います。そしてこちらにもありますね。結構なってます。あ、なかなか大きいのがつきました。この品種は7月いっぱいぐらいまでありますので、来週、再来週まで、楽しめると思いますので、皆さんぜひぜひお待ちしてます。それでは今日はこの辺で、バイバイ。